こんばんは。こんばんは。火曜日の8時半になりました。新潟ファンデリングの時間です。今日はですね、お二人のね、女子学生の方がいらしてくださいまして、またまた私ちょっとこう舞い上がりつつあるのでございますが、一つ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先週の新潟大学教育学部ね、学習社会ネットワークホテルでですね、長岡隆介さんから今日は2人もご紹介いただきまして、それでは早速ですが、お二人の自己紹介をお願いいたします。はい、新潟大学教育学部学校教育学専修の菅井博奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。同じく新潟大学教育学部美術教育専修の五十嵐薫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は2人ともいろいろ聞いちゃうぞ今日もうおじさんがいろいろ掘り下げて聞いちゃうぞさて、それではまず一番最初にですね、菅井さんの方から、はい、その、新潟大学の教育学部の、学校教育専修というのは、はい、一体何を勉強している学科なんでございましょうか。はい、はい、まず、うん、教育方法、どうやって教えるかという教育方法と、うん、あと教育、哲学ですね。哲学、はい、フィロソフィーですね、はい、そうですよね、うん、はい、あとは、教育史、教育の歴史と、ね、はいはいはい、はい、あと教育統計から見た教育、統計から見た教育、はい、どんなことですか。どういった環境にある子どもが、うん、どういった学力にあるのかとか、調査をして、うん、なんか統計にまとめたものを使ったりして、経済格差とかそういうことも踏まえて、なるほど、経済格差ね、そうだよな、今な、年収いくら以上の子どもたちの学力がどうとかさ、はい、なんか言ってるじゃないですか、はい、ね、統計的にはなんか、はっきりと出てきてまっちゃったりなんかしてます。はい、あのさ、やっぱりそれでぜひね調べてほしいのが、はい、PM2.5 のさ濃度でどんなになるかとか、どうですか中国行ってこう調べてみるとかね。ああ、うん、面白そうですね。そうそう、 PM2.5 環境に及ぼす影響じゃなくて学習に及ぼす影響とかさ、うん、そうそう、中国ほら減らしてくれるかもしれない、うん、PM2.5 ああ、あ、やばいやばい、我が国民はみんなバカになるみたいな話になったら、面白いかと思いますが、まあちょっと脱線しましたけど、まあ、そういうね、勉強をして、で教育学部ですから当然教員免許とかね、はい、そういうのも関わってくるじゃないですか。あ、はい、何の免許が取れるんですか。あ、私は小学校 の、うんうん、あの免許を取ることを主としています。小学校、はい、あの小学校の教員免許って僕昔のイメージだとなんかピアノやったりとかさ、はい、やらなきゃダメじゃないですか。あ、はい、やってますね。やる、はい、授業でやるの、やったりしてるんで練習もしています。さあ、それじゃあ、もう一方、五十嵐さんの、はい、勉強されているその、教育課程の教員養成課程の美術教育専修、はい、はい、うん、という専攻、専修、専修 で、 専修、はい、で、どんなことをされているんでございましょうか。はい、はい、そうですね、実は教育学部の中に美術科って呼ばれてるんですけど、はい、そのなんか私がいる美術教育専修の他に、うん、もう一つ、環境創造課程とい う、 こう美術をのこう勉強を主にする人たちも、はい、私たちよりも多くいまして、うん、その中に私たちが、美術教育専修ということで、美術教育を、なんていうんですかね、主にやっているんですが、はいはいはい、まあ、その環境創造課程の人たちは結構、うん、新潟の町づくり、うちのデアートっていうのが結構あの有名かと思うんですが、はいはい、ああいうのを、はい、企画したりしている中で、まあ、私はその例えばその中でワークショップを子どもたちと一緒に企画してやったりだとか、あと、まあ、そうですね、やっぱり教育の中でその美術をやるにあたって、うん、どのような価値づけというか美術はどういうことができるかっていうのを、うん、まあ、教育の中でやっぱ主体として考えていくっていうのを、あと私の勉強してる、そうですね、勉強を今、はい、しています。すごい。じゃあ町づくりのそういうことにも関わってね、ネットワークなんか出られてるということなので、はい、長岡君とはそこでのつながりかな。そうですね、あの授業で一緒に、うん、あの映像作品を作ったりも、はい、しました。新潟大学だとか、うん、リュートピアに出向いて、はいはい、そこでこう映像、その中で私たちが映りつつ、うん、映像作品を
え、作っ見たいなそれ。いました。あ、え、あります。あります。え、それって出しても構わない？いいですよ。あ、じゃあちょっとね、それ今これから何分ぐらいのやつですか？え、でも3分ぐらい。あ、2、3分です。はい、じゃあちょっと見ていただきましょう。せーの、ドン。ないんだけど、すごいですね。こんなの作ったんですね。そうですね、結構、はい。いやー、すごいなー、恐るべし。うん、な、まあ、その2人がその教育学部で、いや、じゃあ当然美術のあれですな。はい、美術の免許が取れる。あ、はい、美術の免許も取れるんですが、うん、私も菅井さんと同じで、小学校を、はい、一応そうですね、目指して勉強しています。いやー、はい、2人ともいいね、志が高いね、学校の先生を目指して、今何年生でいらっしゃいますか？3年生です。お二人も3年生、はい、今なんか双子のリリーズのように3年で声が揃っておりましたが、そうすると、いよいよ、この夏には教員採用試験だ。はい、目指す、その受験都道府県とはどちらになりますか？新潟県です。あ、私も同じく、はい、新潟県です。いいね、新潟県でこういうね、明るいね、小学校の先生がどんどん増えてくれるとね、いいですね。ね、大変な、まあ今教育が置かれてる環境もなかなか大変で、ほら、小学校でさ、今度4年から英語やれとか言うんでしょ。ああ、英語やんなきゃダメなんですよ。そうですね。そうそうそう、朝だってあれだよ、こうホームルーム行く時なんかさ、はい、Stand up please 英語やんなきゃダメかもしれないよ。うん、そうです、ね、昔の中学校の1年の時やったのさ、グッドモーニングエブリワンとかで、そこから入る可能性がありますからね。さあ、それでは、今日もですね、お二人の、お持ちいただいた写真を見ながらいろいろ掘り下げてまいりたいと思うんですが、まず1枚目の写真がドンとこちらでございます。はい、手前のがね、いいね。ああ、そうですね。奥にね、はい、なんか食べた残骸みたいなさんがあるんですけど、ちなみにこの写真は何の写真でいらっしゃいましょうか？はい、これは、はい、私が所属している、サークル活動の、はい、あの一つの、とりあえず、まあ、これは、交流を深める、うん、ご飯を食べに行く時の写真なんですけど、でも大抵は、はい、大抵は、あの料理運動サークルなので、はい、ちょっと待ってね、はい、料理運動サークルって、はい、何？え、ちょっと待って、料理を作る？はい、はい、そうなんですよ。作る方ね。はい、料理を作ったり、あとこんな風に食べに行ったりするんですけど、ええ、はい、でそれと運動でしょ。はい、運動もするんですよ。え、どういう関連性があるんですか？とりあえず、あの健康を目指しているサークルですね。ああ、そことか、はい、学生っていうと酒飲んだり夜更かししたりね、タバコ吸ったり麻雀したりとか、はい、そういう不健康な人が多いので、あ、そうで、美味しいものを食べて健康を目指そうという、はい、あ、はい、そういうサークル。はい、そうなんですよ。でも女の子しかいないサークルで、入れてください。あの畑とかも作ったりして、自分たちで、あの野菜を育てて、それを使って、料理をしたりもしています。はい、サークルの名前は、メルシーっていう、
メルシー？はい。本当に女学生が畑やるわけ？はい、あ、はい、耕したりして。でもさ、畑ってさ、土地がなきゃできないじゃないですか。あ、はい、そこはあの大学からお借りして。ちょっと待って、あのね、新潟大学何やってるの？そのキャンパスの中にあるの？あ、はい、畑は。ありました、はい。やるの？そこからお借りして、はい、育てて。すごいね。はい、安さんのサークル活動は？あ、私実はサークルは入っていなくて、うん、うんうんうん、はい、そうですね。だからまあ学校で活動するとしたらやっぱり美術家の、はい、どんな作品、あの絵描いたりする方？私はそっちではなくて、うん、そのまあ本当に子どもたちに対するワークショップですね。うん、なるほどなるほど。工作の、ワークショップなどを企画して、うん、まあ準備などもして、うん、当日その一緒にやる運営もするというのが、まあ、毎年1回くらいは必ずあって、はい、それが結構思いになってます。そうするとさ、子どもたちともその時にこう接するわけですけど、はい、まあ、ちょっと正直に聞いちゃうけどさ、中にさ、この野郎、子に暮らしやがったなと思うやついない？ちょっとまあ、たまに言いますけど、でもなんかそれとも、でもなんだかんだ言っても工作一生懸命にやってたりとか、面白い作品も結構そういう子の方が作ったりとかもするので、そこそこ、やっぱり見てて本当に刺激になるというか、本当に面白いし。そうだね、はい、可愛いです。子供の発想って僕らには考えつかないような発想しますもんね。本当にそれはもう思いますね。びっくりだよね、目から鱗っていうかさ、はい、もうやっぱりああいう子供たちの意見を吸い上げる場所って絶対必要ですよね。思います、ね、そういう活動をね、はい、一生懸命やられてるということでございますが、さあ続きまして次のお写真を見ていただきましょう。こちらでございます。ドン。これはどう見ても温泉ですね。はい、足湯なんですけど、うん、はい、柴田市にある足湯に、あの、はい、月岡温泉にあるやつ、はい、まさにそこですね。はいはいはい、はい、そこで、あの高校の時の友達に会いまして、うん、その子はもう働いているのですけど、はいはい、そこでのお話を聞いたりして、うん、やっぱりあの大学生になってなんか時間ができたので、うん、なんか、やっぱり将来についての話とか、なんかいろんな立場にある人の話を聞いて、なんかこう自分も見つめ直そうかなって思った時の写真ですね。足湯で自分を見つめ直す。はい、はい、語り合いました。はい、そこそこ。どれぐらい語ってたの？足突っ込みながら。そうですね、突っ込みながら殿下、あの足を差し入れながら。はい、どれぐらい語ってたんですか？4時間ぐらいですかね。入れながら。はい、大体1時から5時ぐらいだったので。へー、ずっと足入れっぱなし。はい、あ、ちょっとあの出し、あのブラブラしたりというか、あ、でも大体つけてましたね。暑かったです。いや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 、大体そういう時ってあのほら、みんなここにさ、こうシワが寄ったりするじゃない。あ、ふにゃふにゃふにゃみたいな。あ、はい、こう足を上げた瞬間にさ、なんか自分の足じゃないみたいに見えた。赤くなりました。あ、なるよね。足がこう、はい、足がこの4時間で足がなんかスベスベになっちゃった。いやいや、でも4時間使うってすごいな。で、その時にもう働いているお友達といろいろ話してて、うん、はい、何か収穫ありました？はい、やっぱりこんな話聞いて、いいな、あ、いいなっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりこう自分はやっぱりこう将来について結構甘く見てるのかなって思っている部分もあったなって思いまして、うんうんうん、はい、うん、もうちょっと真剣に考えようかなって思う時でしたね。なるほど、はい、友達結構悩んでた？悩んでました、はい。さあ、では次のお写真をお見せいたしますが、ドンと出てきましたが、これはまた何バイクに乗るの？バイクは、バイクは違います。バイクは違うんですけど、はい、これなんか、ちょっと勉強とかやっていて、うん、ちょっと疲れた時に、うん、なんかやっぱり運転できる友達と一緒に、旬の里でしたっけ？はいはいはい、はい、海岸通りを突っ走り、はい、このバイクに乗せてもらって、あっ、それは違って、バイクはあれはあくまでも店、あれはちょっと、あの他人のふんどしで相撲取った的な写真なわけね。はい、あ、なるほど。車でドライブということですね。はい、車でドライブしてとっても気持ちよくて、うん、はい、あ、俺スカートでさ、あれまたがってこう後ろでこうやってやってんのかなと思ってね、ちょっとね、内心ね、ワイルドだぜって思ったんだけど、
そうじゃなくて車で行って、はい、気分転換にドライブに行くと、はい、これたまに緑とか青とか、うん、そういうなんか自然と触れ合うことは大切だなって思いました。でも、はい、でもさこんなこと言って怒られるけど、はい、新潟大学も自然にあふれてるじゃん、はい、結構松というね松という自然にあふれた松ですか。そう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 僕らが、うん、まあ若かりし頃ですよ、はい、新潟大学がもう学校長の方からですねこちらに移転してこられたわけですよ、はい、五十嵐キャンパスに、うん、こうその前はここはねもう砂のね砂畑がダダダダって広がるところでございまして、はい、こんなところに来るのかよと。で今でこそありますよいろいろ。でもねあの頃の新潟大学は何もなかったですからね、はい、周りには。そうなんですよ、ね、じゃあだいぶ緑が増えたんですね。いやもうその頃はだって自然の中にある孤立した大学って怒られちゃうから本当にそんな感じだったんですよ、うん、まあそんなことで、たまにこう自然を満喫しに気分転換出かけるわけですが、はい、五十嵐さんの気分転換っていうのは何かありますか。あ気分転換ですか、うん、でも私も結構旅というか、うん、そして3ヶ月に1回ぐらいは東京とか夜行バスに乗るのが好きでそれで東京にたまに遊びに行ったりするのが結構楽しみです、ね。なるほど、はい、ちゃんと登録してある？ウィラーとかさ。あウィラー登録してますお得にちょっとお得にね、ちょっとね、そうですね。あともう一つなんかあったよね、なんとか号とかいうやつ。あいろいろアミーゴアミーゴで、東京に大体目的としてはなんで東京に行かれるんですか。そうですね、結構なんかライブ見に行ったりだとか、あとなんか昭和記念公園っていう、でっかい公園があるんですけど、そこがすごく花がいっぱい咲くので、うん、それが結構毎年見に行くのが好きで、花を見に行ったりとかも、はい、花をめでるわけでございますね。そうですね。ライブ見に行くって、はい、誰かの熱狂的なというかさ。まあそうですね、なんか、結構バンド系の音楽聴くんですけど、うんうん、あんまり新潟に来ないで、やっぱ東京で結構大きいライブする。例えば例えばアピール、例えばそうですね、そうですね、有名ではないかもしれないんですけど、うん、なんか、うん、一番好きなのがアートスクールっていう、ちょっと分かんないですよね、うん、決して有名じゃないな、あ、違う違う、そうですね、有名です、有名です、下の方で活躍してる、有名ですよ、はい、まあ、そういうのがいろいろ、やっぱでも東京のライブハウスとかでよくやるので、それを見に、はい、行ったりします、そうかそうか、はい、うん、その場、そこで一人で行くので、やっぱちょっと盛り上がる、うん、一人で盛り上がる。一人で行っちゃうの？一人で行きます。あんまり好きな人とか周りにいないので。あそう。逆に一人だともう盛り上がれるんで。ああ、そうか。はい、楽しい。知ってる面もないし。そうそうそう、ね、それです。はじけてきちゃうわけですね。はい、そうです。でもその疲れ切った方々で、また夜行バスに乗って新潟まで帰ってくる。はい。そうです。いいなぁ、そういう若さが欲しいなぁ。さあ、次の写真をパッ。あ、はい。来ました。これは何かと言いますと、はい、これは、どちらでございますか。ディズニー C です。 C の方ですね。はい、これは C ですね。はい、ディズニー好き、もう大好きで、うん、はい、もう一時期毎月行っていて、はい、ちょっと待ってください。何毎月行ったの。はい、月に1回ディズニーランドと C、交互に行ったりしていて、はい、ひょっとしてさ、年間パスポートとか買ったタイプ？あ、実は、月1で行っても、うん、元が取れないので、あ、はい、そうかそうか、年パスは取ってないんですけど、うん、はい、そうでも、ディズニーランドね、でも毎月1回行くってすっごいお金かかるでしょう、はい、あ、でもそこはアルバイトでお金を貯めて、うん、やっぱり好きなことのために働くっていうのはもうやりがいがあります。アルバイトって、はい、例えば何をされてたの？はい、大学で、うん、レジをやっています。はい、購買で。あ、大学の生協だった。はい、はい、生協で、はい、レジをやっている。まさに、はい。ちょっと、じゃあ俺買い物に来ました。はい、100円の、はい、じゃあなんだ、チューインガムじゃないか、はい、ガムを買いました。はい、ちょっと出しますので、はい、ぜひレジを打っていただけますか。あ、わかりました。はい、はい、はい、あ、いらっしゃいませ、ありがとうございます。これ、はい、はい、あ、ありがとうございます、お預かりします。ピッとやって、あ、はい、では、お客様こちら、テープでもよろしいでしょうか。はい、はい、あ、ありがとうございます。
ってみて、あ、ではこちらお願いします。では100円でございます。消費税ないの？はい、あ、消費税込みの値段で、はい、あの 8% だとも一緒なの？ね、8% になっても消費税込みの値段が表示されるので、はい、大丈夫ですよ。なんか言うさ、なんか今の感じ完全酔っ払いに思い出したよ。学生の生協でそんなやつ来ないもんね。いらっしゃいませんね、一応。いませんね。そうだよね。はい、そこそこ。でも今みたいにさ、こう丁寧に明るく接してもらえると、なんかね、うん、気持ちいいよね。はい、いや、私も買い物行くと、レジしてる時があるんですけど、うんうんうん、やっぱりすごく、はもうすっきりした気分に、そうだよね。接客してもらえて、本当に。みんなも人気だよね。そう、今の接客、ベリーグッドですよね。はい。エクセレントですよ。じゃあちょっと五十嵐さんも話を変えてちょっとお聞きしたいんですけど、五十嵐さんはこのハマってるものはさっきライブと聞きましたけど、はい、ディズニーはいかがですか？あ、そうですね、私はあ、でも行きます、たまに行きます。はい、一緒にこう行ったりはしない？一緒にちょっと行ったことはまだないですね。あ、それで、そのまあ例えばね、さっきの東京のライブ行くにも当然やっぱりほらこれがかかるわけですよ、これが、はい、これがね、はい、これかかるんですけど、やっぱりアルバイト？そうですね、してますね。どんなバイトを？今は、塾で、うん、はい、講師をしています。はい、教えているのは、はい、中学生とか？そうですね、小学生と中学生どっちも一応、小中両方とも、はい、はい、どうですか？そうですね、なんかどうですかっていきなり聞くのも変だけどさ、まあ、うちの塾が結構集団授業、クラス授業が、なるほど、ね、はい、基本なんですけど、個別じゃなくてね、そうですね、うんうんうん、やっぱり、まあ、子供たちというよりやっぱちょっと教え方っていうか、そのクラスをやっぱこう指導する力がやっぱり自分ちょっとまだ、うんうん、まあ、頑張ってるつもりなんですけど、まだ足りないなっていうのは常に感じてて、うん、いや、なるほどね、けど先生方や、ね、本当に申し訳ございませんけど、経験者としてはですね、とにかくやっぱりね、勢いですよ。まあ、勢いだけじゃどうにもならないけど、ただ子供がね信用してくれるのってね、やっぱこう教え方がうまい人っていうのは、うん、変な話だけどやっぱ信用してもらえる先生が多いというか、あ、分からせてもらえたっていう気持ちはね、やっぱり結構あるみたいですよ。あ、すいません、はい、私教育実習で一緒だったんですけど、カルちゃんと。すっごく授業は上手です。いやいやいや、本当に上手です。すごいです。うん、いやいや、何が言うんだよ、はい、そうだ、うまい、はい、本当に本当にね、はい、うまいんですよ。はい、なんで子供たちからもう引き立てるんですよ。もう子供たちも食らいついてくるような授業で、はい、私もなんか、あ、面白いなって思うような授業をしているんで、やっぱり、そんなにアルバイトも生かされてると思いますよ。新潟県の教育界が赤くなってきましたね。やばい、この二人に任せても大丈夫、初等教育は大丈夫ですからね。 いいね、でも受けてみたいな。でそれを、はい、まあ、教育実習の時には全教科やるわけじゃなくて、やっぱり専攻教科やるわけでしょ。あ、でも、まあ、専攻教科が一番多い時間数やるんですが、うん、その他にもやっぱりいろんな国産とか国語算数とか体育もやりますし、うん、はい、あれもやるの？なんて、道徳の時間とか。道徳も必ず、はい、やるんだ。やらなくちゃいけないっていうのがあって、今回教育実習の時道徳何でした？あ、何に、菅井さん何にしたっけ？金の斧の銀の斧のやつやったよね。あ、菅井さん何、金の斧と銀の斧やった？はい、金の斧やりましたね。わかりました。導入があってずっと来まして、はい、結論は何だったんですか？金の斧、銀の斧の結論は、うん、嘘をついてはいけない。あ、嘘をついてはいけない。はい、ない。あれ、金の斧と銀の斧ってあれでしたよね。ほら、なんだっけ、木こりがさ、金の斧と銀の斧を、はい、持っていないんだ。そうだそうだ。いや、池にこうやって落とした時に、うん、女神が出てきて、はい、お前が落としたのはこれですかって言って出したのが、はい、ね、正直な人は、うん、僕が落としたのは金の斧でも銀の斧でもございませんと、ね、はい、僕が落としたのはって言って、金の斧と銀の斧もらうって言うんだよね、うん、はい、そうです。そうだよね、はい、そうのお話です。で今度よくたかれのやつが金の斧と銀の斧持ってきたら、はい、それだそれだって言ったらどうしたんだっけ、その金の斧で首切られちゃったんだっけ。いやー、湖の中に引きずり込まれたっていう話だったと思います。結果的には死ぬのは一緒なんだ。そうですね、首、あ、そうだ、さすがに首が切られなかった。小学校1年生対象の、いや、そうか、小学校1年生にな、首切られた話だったってね。ちょっと
ねえ、そんな、はい、そんな、そんな独特な授業だったらすごいよね。はい。だからシューンと静まり返ってさ、中に泣き出すことね。はい、怖くて。ねえ、じゃあそんなことでございますが、さあ、それでは、お二人に聞いてみましょう。ズバリ聞きます。理想とする教師像。それでは、今度は五十嵐さんの方から聞いてみたいと思いますが、理想とする教師像についてお答えください。はい、はい、私は、常に子どもがどうやったら新しい発見ができるかだとか楽しくこう学習ができるかっていうのを常に追求し続けることのできる先生になりたいとずっと思って、はい、やってきました。素晴らしい、はいね、子どもたちの方から気づきがあって、はい、ね、っていうそれをこうサポートする側のポイントとして頑張りたいということなんですね。はい、さあそれでは菅井さんどうぞ。はい私は、まず、子どもたちには、うん、そうですね、やっぱりこう私は子どもたちに、少しでもなんか生きる幸せっていう、うん、はい、なんか、のをなんか味わってもらいたくて、なので、こう笑顔を大切にしてほしいなって思ってまして、うん、はい、子どもたちと一緒に、楽しく活動できるよう な、 なんかたくさん接する、うん、教師になりたいなと思います。いいですね。さあそんなお二人でございますが、いよいよ大学生活もあと1年、ね、この1年間の中で、まあ、さっきの、ね、教員採用試験は別としてですよ、残りが大学生活1年しかないわけですよ、うん、どんな風にこの1年間を過ごしていきたいかということで、ね、これはもうプライベートの部分も含めてね、例えばちょっと突っ込んじゃいますけど、お二人今あれですか、このバイフレンドとか覚えますか？バイフレンドとか。そこはまあノコメント。ノコメント。ノコメント。まあそこはじゃあスルッとスルーしてしまいましょう。ね、まあそういうことも含めてですね、この1年間の大学生活で、はい、まあやり残さずにこれだけやっときたなということをちょっとお聞かせいただきましょう。菅井さんどうぞ。はい、私は、残り1年しかないのですが、やっぱりより多くの人と接したいなって思っています、うん、はい、そのために、なんかいろんな活動にも参加したいと思ってますし、もちろん勉強もおろそかにならないように頑張りたいと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ五十嵐さんどうぞ。はい、私は最近考えているのが、やっぱり最後に、この1年やっぱり勉強できる最後の年ということで、できたらいろんな研究会だとかに行って、こうやっぱりベテランの先生たち の、 あの授業の様子だとかをいろいろ見に行けたらなっていうのを今すごく考えていて、はい、あともう一個が、旅が好きな友達がいるので、ぜひその友達と一緒になんかエベレスト見に行きたいねって。またスケールじゃない。勝手ななんかあれなんですけど。いやいや、すごい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 、エベレスト見に行く。いやもう、はい、たいやの、そうですね、登ろう、登ろう、死にませんかね。いや、分かんない、でも多分死ぬかもしれないね。山を幕見ちゃいけませんとか。へえ、すごいね。でも旅好きな友達、中岡くん気をつけたらいいよ。中岡くんね、ピッチハイクで行くから。そう、先週ね、あの話聞いたらさ、ヒッチハイクでね、大阪、東京ですからね。そうなんですか、うん、聞いた、初耳、初耳です。今度、掘っちゃってヒッチハイクしてほしいよ。すごいな、でもね、あとこのお二人が、この1年を終えて、ね、晴れて来年の春からはね、新潟の小学校ですね、新潟県内の小学校の教員になっていることを私は切に願っておりますね。頑張ってくださいね。はい、はい、うん、頑張ってください。ありがとうございます、ね、ということで今日ね30分間ですが、お二人のね素敵なこれから教員を目指している、ね、女子学生の方にお話を伺いました。それでは、真ん中のカメラに向かって、はい、さようならということで、番組締めたいと思いますので、それじゃあまた皆さん来週お会いしましょう。それじゃあさようなら。さようなら。君は透明な涙流したのさ。